んな自転車は嫌だ。どんなの？移住すると言いながら全然移住してこない。浜松に移住すると思ったら浜松市ではなく浜松町、浜松市から一旦市外に転出しすぐに浜松市に戻ってきて移住と言い張る。ようやく浜松市に移住したと思ったら5年以内に別の都市へ移住。50歳未満の夫婦ではなく夫婦と言い張る他人同士。妻は遅れて移住してきますと言ったのに妻はいつまで経っても来ない。浜松への移住について家族が猛烈に反対している。そもそも浜松が好きじゃない。浜松への移住後はテント生活を考えている。移住と野獣を取り違えている。